どうも皆さんこんにちは、本日は大変ご対応のところ横手駅東口を語る会ということで、足元の悪い中ご参集賜りまして、誠にありがとうございます。今日東京から戻ってまいりました。東京では渋谷におきまして新しくできます5月1日リニューアルオープンを迎える増田の漫画美術館についての PR ということで、メディアプレスを等をお呼びいたしまして、お知らせを行ってきた後ということでございます。東京ではもう桜が咲いておりました。そんな中東方こちらではまだ雪ということで、これだけ同じ日本にいながらも差があるものなのかということを痛感しながらも、この地域の風土ということで、これも利点として捉えながらですね、今後もいろいろと模索してまいりたいというふうに存じます。本日は、長年懸念でございました。またいろいろ紙面等でも新聞紙面等でも皆様方のお耳に入っているとは思いますけれども、この駅東口につきましていろいろと今市が模索中でございます。その件につきまして今考えていることをまずお示しし、皆様方から広くさまざまなご意見を頂戴しながら進めてまいりたいという次第でございます。短い時間ではございますけれども、何卒よろしくお願いを申し上げまして、開会にあたっての挨拶に変えさせていただきたいと思います。本日は何卒よろしくお願い申し上げます。パワーポイントに沿いまして私の方で若干説明をさせていただきます。その後皆様方からご意見を頂戴できればということで進めさせていただければと思います。まず横手駅東口市街地再開発事業と申しますが、公益施設の整備につきましてお話をしたいと思います。次お願いいたします。まず昭和40年半ばから50年前半にかけまして、この横手駅東口も再開発事業が行われ、その景色がいまだ変わらないままというような状況でございます。それ以前はさまざまな家屋が密集しているそういうようなところだったと思いますし、平原ホテルさんなんかもありながらですね、今の景色とは全く違う横手の駅東の風景があったものと存じます。その再開発以前はおそらく今ぐらいの豪雪が降ればモータリゼーション以前の時代ではあったでしょうけれども、あのままだったら大変だったんではないかなというふうにも思います。いろいろ紆余曲折はありながらも今の市街地を形成して早半世紀近くが過ぎようとしております。これまで大型店舗、そして平川総合病院、また宿泊施設等、この地域に人が集うようなさまざまなツールというものが存在しておりましたけれども、平川病院がご存知の通り西口よりはるか先の方に移転をし、また大型商業施設につきましても撤退をし、今では空き店舗となってございます。また今も運営はされておりますけれども、宿泊施設やまた居酒屋さんと申しましょうか、いろいろな商業施設ございますけれども、もう半世紀を経過しようとしてございますので、全てが老朽化した建物というような様相を呈してございます。かつてのにぎわいは想像の通りでございますけれども、今となっては多くの観光客がこの地域に来ていただく際にも若干寂しいであるとか、もしかして、地下街があるんですかとか、そういうようなご指摘を受けたりもいたします。そのような状況の中、今後もこのような市街地のままではというような思い、またご意見もいただいておる状況にございます。次お願いいたします。
そんな中、再開発事業を再び検討したいということでございまして、今考えている区画が旧ユニオンの場所から農協さんのシャイニーパレスを含むおおよそ 1.7 兆部、 1.7 ヘクタールの区域を再開発できないかということでございます。ここのワイワイプラズプラザはですね、第1区工事ということでございましたけれども、次は第2区ということで進めてまいりたいというふうに考えております。次お願いいたします。今回の市街地再開発事業でございますけれども、こういった駅東の状況を踏まえまして、東口に土地や建物を所有する民間の皆さん、市街地再開発事業を活用した街並みの再生というものを検討させていただいております。この市街地再開発事業について若干説明をさせていただきます。古い街並みの建て替えや土地の高度利用を計画的に進める都市機能の集約や、また防災性の向上、そして横手の玄関口である駅東口の顔作りなど民間の皆さんと共同で行う事業でございます。民間の事業でございます。事業の流れといたしましては、まず土地建物を所有いたします。ここにちょっと細くて見えないと思いますけど、お手元の資料には ABC という表記がなされておりますけれども、 ABC さんと新たに事業を行いたい X さんとがとまた市が加わりまして、みんなで組合を設立し、まちづくりの検討を行うことで進めたいと思っております。また計画ができましたら再開発ビルを建築いたしまして、敷地を共同利用することにより公共施設やオープンスペースを新たに生み出したいと考えております。 A さん B さん C さんは元の土地建物の価値を再開発ビルの床として受け取りまして、さらに X さんには建物の床を売ることで事業費を賄います。民間が行うこの市街地再開発事業につきましては、事業支援のために国、県、市から補助金が交付されることとなっております。次お願いいたします。この市街地再開発事業をご理解いただくために、横手駅東口第1地区の施工事例を紹介したいと思います。横手駅東口第1地区につきましては、先ほど紹介しましたけれども、総合病院の郊外移転や駅前大型店の撤退が重なりまして、地元の皆さんが駅東口地区に大きな危機感を持ったことから事業の検討が始まりました。事業を実施する大まかな合意ができた土地建物所有者の皆さんは、平成18年1月に準備組合を設立しまして、建物の配置や規模、資金計画などを取りまとめた事業計画を作成しました。この計画は秋田県より承認をされまして、平成19年8月に再開発組合を設立しまして、建物の設計書作成などを行ったところでございます。建物の解体工事に着手いたしましたのは平成20年の5月で、一旦すべての建物を解体しました。その後平成21年1月にマンション、そしてバスターミナルなど建築工事に着手しまして、平成23年3月までにすべての工事が完成したところでございます。現在この年間31万人の方にご利用いただいておるワイワイプラザは、市街地再開発で建設されたものでございまして、これ以外に建設されたスーパーやバスターミナル、金融機関、マンションなどと合わせ駅東口に一定の数の
皆さんを呼び込む空間ができたことになっております。現在再開発事業を検討している民間の皆さんは、平成31年度の早い時期に準備組合を設立したい意向となってございます。次に、今回の市街地再開発事業に市としても参加し、補助金交付による支援を行うほかですね、権利証を 権利の床と書きますけれども、権利証を増床、床を増やしてですね、公益施設を整備いたしまして、駅前の活性化の一翼を市としても担いたいと考えてございます。公益施設の機能といたしましては、にぎわいの要因となる多世代の市民の皆様が集い、誰でも気軽に利用でき、横手らしさを感じられる施設を整備したいと考えております。駅前という立地から電車やバスなど公共交通を利用する方はもとより、自動車での利用者に対しましても十分な駐車台数を確保することで、全市民が訪れやすい施設を目指してまいりたいと考えております。横手駅周辺ではですね、ワイワイプラザを含みます第一地区の再開発区域や、駅西側で実施中の土地価格整理事業で整備されております西口エリアとの連携によりまして、相乗効果が生まれるような施設整備を進めてまいりたいと考えております。次お願いいたします。先ほど市街地再開発事業で公益施設の整備を行いたいと説明いたしましたが、では市民の皆さんが駅東口に必要とする公共機関はどのようなものなのかということで、市では平成30年の5月から7月にかけまして、市民の皆様からさまざまなご意見を伺うための市民アンケートと駅前公共施設に関するアンケートを実施するとともに、10月にはまちづくりのワークショップを開催したところでございます。このアンケートワークショップではさまざまなご意見をいただきました。いただいたご意見の中には、駅東に口に必要な施設、民間事業と相乗効果が期待できる機能として、図書館もある公益施設の整備を検討することといたしました。なお、アンケートやワークショップの中ではですね、大型の体育館とか市民ホールの整備といったご意見もございましたけれども、建物の規模、そして駐車場の確保など考慮いたしますと、この区域にそういったものを整備することにつきましては非常に難しいということで断念したところでございます。次お願いいたします。それでは図書館の今の横手地区にある図書館ですが、現状と課題についてお話をさせていただきたいと思います。かつてと申しますか、今の横手図書館ですが、旧宇後銀行様より寄贈を受けた建物でございまして、これまで、市民の皆様から愛されてございます。昭和59年に新築してから現在まで35年が経過しております。現在の図書館は限られた敷地でございます。建築している箇所の間隔が狭くですね、年配の方や障害のある方への配慮も現在の間隔からいたしますと、十分ではなかったと考えられます。また駐車スペースにつきましても4台ということで非常に少ないことから、利用者の皆様からはご不便をおかけしている現状となっております。隣の北都銀行さんがございますので、そこの駐車場をに車を止めながらこの図書館を利用するかというような方も多く参見されるところでございます。施設面では調べ物に関します資料や
郷土資料などを収蔵する閉館書庫もすでに満杯となってございまして、加えて自習できる専用スペースもないことからも、もっと広い図書館を望む声はもともと多くいただいておるところでございます。次お願いいたします。横手図書館の状況などをただいまご説明いたしましたけれども、市街地再開発事業は民間の皆さんが行う事業ですので、民間施設と横手市が作る公益施設がそれぞれ独立したものではなく、相乗効果をもたらすようにしていく必要がございます。新しい横手図書館もある公共施設には気軽に立ち寄れ、心地よく過ごせる居場所の提供、幅広い年代の市民の皆さんが気軽に集うことのできる空間という視点が必要と考えておりますが、この居場所の提供、気軽に立ち寄れるという機能がにぎわいを創出するためのスイッチの役割として、駅前という立地をさらに生かすことができると考えております。全国の図書館整備の事例を拝見いたしますと、今では飲食、食べることが可能なスペースや共同利用できる仕事場を設けたり、また軽い運動ができるようなオープンスペースを設置するなど、従来の図書館の感覚では利用の仕方では考えられなかったような複合的な多機能な図書館とする例も多く見られているところでございます。横手市ではそういった複合機能が図書館機能を、またひいては民間の施設を含む市街地再開発事業の事業効果を大きく拡大させるとても重要な要素と考えております。駅前を生かす複合機能について市民や議会の皆様からご意見をお聞きしながら検討してまいりたいと考えております。次お願いいたします。横手駅東口にはワイワイプラザが設置されておりまして、おおよそ先ほど説明しました31万人の入館者があり、加えて周辺の民間施設との機能的な連携が可能となり、各種公共交通機関を利用できる環境にもあることから、図書館利用の拡大や整備した図書館機能を新たな需要にプラスになると考えております。同時に公共交通機関網や十分な駐車駐輪スペースの提供が図られることで、それぞれの機能の利便性が高められることとなります。また幅広い年代の市民が集うことのできる図書館もある公共施設が実現されることにより、さらなる交流人口の拡大、経済活動と相乗効果が期待できます。次お願いいたします。スケジュール案でございます。平成31年度は民間の皆さんが組織しているまちづくり研究会を改組し、国などの交付金を活用できる再開発準備組合を設立いたします。準備組合ではさまざまな調査や建物の基本設計を行い、再開発組合の設立に必要な事業計画書を策定し、県から認可を受ける予定としております。その後に平成32年度には実際の再開発事業を行う再開発組合を設立し、建物の実施設計やそれぞれの土地建物の権利の調整を行います。順調に進みますと平成33年度から建物の解体工事に着手いたしまして、順次新しい再開発ビルの建設をしていく予定となります。
平成35年度にはすべての建物が完成し、新しい公益施設もオープンする予定となっております。大まかな事業費でございますけれども、組合の概算事業費は今年1月時点では約114億円となっております。現在も民間の皆さんが事業の概要を検討している最中でございまして、それに伴いまして事業費の変更もございます。この事業組合事業費におきまして、市の想定負担額は約34億円と試算してございまして、このうち公益施設や立体駐車場の取得費用を約20億円と見込んでございます。次お願いします。ここまで再開発事業や公益施設などについて説明いたしましたが、最後になりましたが、本日の横手駅東口を語る会は市民の皆様から事業に対するご意見ご質問などをお聞きするために開催いたしました。これまでのご説明いたしました市街地再開発事業や図書館の整備、駅前に必要な公益施設や公益機能についてご意見やご質問ご感想など自由にご発言いただければと思っております。何卒よろしくお願い申し上げまして、私からの説明に変えさせていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではただいまの市長のご説明に対しまして、ご意見やご質問等ございませんでしょうか。東北電力横手営業所の隣にいます。昭和25年からそこに住んでおりますけれども、結局このそれをずっと寝ていると排水の道路排水というか通過の排水が年々悪くなっているんですね。ひどくなっているという意味が、だから結局看護学院作った時もその要望を継ぐということで以前言って話したんですけども、あそこも結局草川を捨て身として水平にやったもんだから南側の方に来るともう泉板ぐらい上がってますね。でまだ今加賀さんのアドネコンビニさんができましたけども、結局アドネスするものは全部こう凸を上げてるんですね。凸をそのためにね、結局昔から住んでいるそういう凸っていうか、その特に満靴の狭い方とかプレイウズとかうずもふだけども、ますますその影響を受けてるんですよ。で今回の事業についてもね、その排水設備っていうものを今のままのではますます条件がうずの方の条件が悪くなってね、そういうことを市の方で考えているかどうかってね思ってるんですけども、排水と申しましょうか、その雨水が降雨が多い時のその浸水する部分につきましては、今も鋭意いろいろと調査も進めながら、その浸水想定される区域というものをいろいろ把握に努めておるところでございます。伊勢谷さんのところもそのような心配がある場所というふうなご質問でございましたけれども、その点につきましても、その場所一箇所でなく横手管内、同じような心配をする場所がたくさん見受けられます。いろいろ鋭意その改善に向けては優先順位をつけながら努力をしてまいる所存でございますので、まずご意見いただきましたことを深く受け止めさせていただきたいと思います。それでは他にございませんでしょうか。先ほど市長さんの方から全市民が利用できるように考えていますということでしたけれども、地域開発とか地域活性っていうのは中長期的なマーケティングっていうのが必要ですよね。でここの開発っていうのは地域の魅力をどこに発信しようとされてるんでしょうか。相手は誰ですか。これはもちろん市民にもそうでございますけれども、まさに
横手の玄関口でございますので、観光客や、まあ、ビジネスで訪れる方にもその魅力を感じ取れるようなデザインというものは意識しないといけないのかなというふうには考えております。うちでもあり外でもありということですけれども、そうすると地域の、そうですね、商品材料商材っていうんですかね、財産として組み立てていけるもの、こういうものは明確にされていますか？まあこれ、まあ、皆さんのご意見をいただきながらということで、一方的な私の思いとしましては、まあ図書館機能を含む公共施設でございますので、やはり人が成長するということにつながる、そういった施設でありたい、そういうようなことをコンセプトに考える空間であればいいなという、まあ、これは私の意見、また先ほど申し上げました多くのビジネスや観光でも訪れる方がいる場所でもございますので、横手らしさというものが感じ取れる、そういった空間、まあ、民間の事業者が開発する部分はそれは民間の事業者の発想でやるわけですけれども、この公共がやる手掛ける部分につきましては、そういったものは意識しないといけないというふうに考えております。図書館を活用するマーケットからの多様な効果というのはどういうものだと考えられますか？まあ、マーケットと申しましょうか、まあ、できればでございますけれども、今いろいろとその企業誘致等も進んでおりまして、また当地域でも主に自動車産業の部品製造の集積というものがあったり、また新たなその技術革新に伴います、まあ、その知恵という、まあ、工業的な知恵というもの、また、まあ、この地域は農業の基幹産業というような場所でもございますので、新しい取り組みとかそういう生産技術栽培技術等をここの図書館に行けば最新のもの、またそのふさわしい最適なものができれば置いてあるような、そういうビジネスやそういう仕事に励む人もこの図書館の空間でよりどことロトなるですね、知恵が獲得できるような、そういったものも提供できればなというふうに思っておりますし、そういったものを提供紹介できる司書さんも育てていければなというふうに思っております。ありがとうございます。カダーレに由利本荘市図書館ありますけど、年間31万人、展示冊数17万冊、書庫3から4万冊という、まあ、膨大な図書館があるんですけども、そこまでまあ行かなくても、今横手図書館に何冊の本が展示してあって、新しい図書館になると何冊の本が展示できるのか、あるいは、まあ、皆さん分かりやすいですが、平川とか十文字雄物川の図書館とかこう、まあ、見たことある人多いと思うんですけど、大体どういう図書館にレベルになるのか、合わせて駐車場が4台と言いましたけど、図書館専用に何台の駐車場が確保されるのか、その数値を具体的に示してもらわないと、ちょっと絵に描いた文字的な要素に見えるので、その辺を数値的にこう判断できるようにしてもらえればありがたいと私は思います。はい、以上です。では、数字的な部分は担当より説明をさせます。いつも図書館をご利用いただきましてありがとうございます。今のご質問について、お答えをしたいと思います。現在横手図書館には、資料数として10万数千点の資料がございます。で、閉館書庫の中には中にも、まあ普通は来館の皆さんには目に触れない資料などもございます。すべて含めて、10万数千点という資料を整備してございます。で、今後の、図書館でどういう規模の資料の整備を進めていくのかという点につきましては、これからいろいろと今日のようないろんな皆様がお集まりする機会にさまざまなご意見をいただいて、しっかりと
横手市立図書館、横手市図書館全体として、どういう資料整備が望ましいのか、十分に検討をしてまいりたいと思っております。現在、横手図書館では10万数千点ですけれども、横手市立図書館、全6課の中ではおよそ40万点の資料を、備えております。で、6館につきましては規模も施設の状態も様々ではありますけれども、その今横手駅前に整備していこうとする、図書館も含めて、全体として、横手市図書館全体の、形態がどうあるべきか、そこあたりもよく検討した上で進めていかなければならないと考えております。公共図書館として人口規模に合わせた望ましい資料の、数がどうあるべきかということが示されてございます。そういったこともよく調査研究をしながら、進めていく必要が あろうかと、考えているところです。駐車スペースにつきましては先ほどからお話してあります通り、4台ということになっております。今現在横手市図書館については、今のこの横手駅東口の関係からいくと図書館だけではなくて、公共施設あるいは民間の施設民間の皆さんともとの計画と一緒になってやっていこうということを今考えておりますので、その中で図書館の、駐車スペースはどれぐらいが望ましいのか、全体のその横手駅東口事業の中で、どういう台数が必要がいいのか、そういったこともよく全体の事業の中で図書館としては、まあ、20台30台、まあ、そういった規模の駐車スペースというのはおそらく必要だろうと考えているところですので、そこと照らし合わせた上で全体の中で、整備が必要どういう対策が必要なのか、よく民間の皆さんからのご意見もいただきながらきちんと進めていかなければならないと考えております。いろいろな貴重なご意見をありがとうございました。今後の議論にしっかりとつなげていきたいと考えております。以上です。今大物川図書館素晴らしいですよね。状態があれほどの状態になる可能性がありますか。それからこれを見ると建物がどういうものか全然分かりませんね。図書館のスペース何階建てのものなのか、図書館スペースは何階まで作るのか、そういうことが全然見えていないんですが、それはもうすでにあるんですか。まずですね、3500平米というまず公共施設の図書館を含む公共施設は3500平米を考えてございまして、そのうちの2500ほどですねを図書館スペースとして考えております。また大物川図書、まあ、今これから横手にはあちこち平川も増田も大物川も大森もというような形で図書館が点在しておりますので、まずこの横手の駅前にある図書館はまあ中央図書館的位置づけとしてまあ全て揃うような形、そしてまた大物川図書館、例えばですけども大物川図書館につきましては、もしかしたら歴史とかそういう部分を深掘りしたければ大物川に行けば横手館内のものは全部調べれるとか、またスポーツとか福祉を勉強したいんであれば大森に行けばまず横手館内にあるものを大体見れるとか、まあ子育てを研究したいんであればこことか、多少その役割分担をしながらもこの取り仕切る、またある程度守備範囲を広い図書館をこの横手の駅前の図書館にというようなイメージで考えております。まあ、あとは、まあ、これはあくまでもまだこれを主軸として皆様方からご意見をいただきながらいろいろと変化を加えていただければなというふうに考えています。その平米数とかってありますが、具体的にはどういう広さなんでしょう。1階がこの YY プラザの1階と2階分ぐらいですかが3500っていうとそんなもんですかね。1、2、3階分ぐらいの
容積が3500平米のイメージ。わかりました。それから武野武治さんの資料がすべて雄物川にありますね。武野武治さんは横手で活躍した人です。やっぱりこの中央に置いてもらうべきじゃないかなとは思いますが、いかがでしょうか。まあ、ご意見として、まあ、武野先生以外にも横手にまつわるとかそういったもので、多分他の地域の方はもし新しい図書館ができればここに行けばあるというふうに思われると思います。まあ、石坂先生のやつとかですね、なので、そういったことは配慮しないといけないというふうにも思ってますし、まあ、武野先生以外にもいろいろと先人たちのその地域ならではのその資料っていうものがあると思いますので、そこはしっかり意識していかないといけないというふうに考えています。じゃあそれからもう一点ごめんなさいね。私の家の前を、私は米屋の隣に住んでます。循環バスが結構通ります。1時間に1台は通ります。もったいないと思うんですね。それを地方地域の方たちが来られる、この場地域に来られるような感じにしたらどうなのかなと思いながら、そうすると高齢者だと、まあ、今のところは運転できます。でももう 2,3 年もすると雄物川までは行けないかもしれないんですね。そういう地域だと思うんです。ここはそういうことも配慮していただければありがたいなと思います。まあ、地域の公共交通につきましては、まあ、今タクシー業者さん、そして、バスさん、またその循環バスとデマンド交通というような仕組みを作りまして、いろいろと調整を図りながら組み立ててございます。完璧ではございませんけれども、よそ様からすると横手のその交通のあり方も参考になると言われているような仕組みは作られてはいるんですけれども、それでもかゆいところに手が届くまでには至ってないことは把握してございます。今後も鋭意努力させていただきたいと思います。ありがとうございます。横手にですね、観光に来た方から、どこでお土産を買えばいいのかわからないという話を聞いたことがあるんですよ。で、秋田ふるさと村に行けばお土産店は確かにたくさんあります。ところが駅前にね、お土産買う道路ないんですよ。で、横手にはメーカーといわれるお菓子屋さんがたくさんありますし、それから鎌倉間の売店に行けば横手の名産品いろいろありますけれども、あの薄暗いところでね、ちょっと他から来たお客さんはわからないんですよね。ぜひ横手の玄関口でやれば、やっぱり横手のお土産を揃えた店舗というか、そういったものが必要じゃないかなというふうに思います。以上です。ありがとうございます。まあ、そういったご意見もよくお聞きいたします。まあ、車で移動なされている方はもちろんふるさと村でもどこでも行けるんでしょうけれども、電車等を利用されている観光客の皆様はこの近辺にそういった施設がないと購入したい意欲があっても購入できないというようなことで、まあ、私自身も残念というふうに捉えております。まあ、ここは、まあ、お土産屋さんを公共がやるかというと厳しい話にはなろうかと思いますけれども、そういったご意見もあったということはしっかりその民間の方々にも伝えてまいりたいと存じます。ご意見ありがとうございました。市長さんの説明とか、今まで市議会の動きを市議会だよりとか、あるいは佐賀県等の新聞等で得た情報を得ながら、私の今までの図書館との関わりから私の案を感想として述べさせていただきたいと思います。今市が提案しております案に全面的に賛成いたします。本当は複合施設の核を図書館と言っておりましたけれども、この前の分科会で今度図書館とかちょっと修正になりましたようですけども、まだ本決まりではないようですが、もしできれば元の
復興施設の核を図書館にしていただきたいと、そう思います。で、図書館の新築移転については、翌日市民にとっては悲願でした。私も移転等に関わって頑張ったことがありますけども、残念ながら今日まで至っておりますが、もう夏は暑いし、冬は寒いし、中は暗いし、もう立地条件は最悪じゃないかなと思ってきました。周りの町村が素晴らしい図書館を作っているのに、横手だけがなんかこう取り残されたような感じを受けてきたのは私だけではなかったかと思います。しかし市が今考えている駅前への図書館、ただ大町にある図書館をただ移転すればいいというわけじゃないわけですよね。やっぱり駅前は横手の顔です。そういう場所にただ移転するだけでは市民の理解は得られないと思います。これからの図書館はやはり地域振興の役割を果たすことがやはり重要だと思います。地域とともに、そして地域を支えるのが図書館であると、このような市の中心街とか駅前の繁華街で推定しているというのは語弊がありますけれども、全国の地方都市では同じ悩みを持っているわけですよね。ところが、その中で再生する大きな役割を果たしているのは図書館だという記事が先日、某新聞に載っておりました。ですから、地域とともに、そして地域を支えるのは図書館でなければならないと思っております。そして、人口減少が急速に進む中で、いかに市内外の人を呼ぶ機会を作るか、数年前のジャスコやユノンがあるあのにぎわいを再生するというのはちょっと不可能ですよね。先ほど市長さんは横手らしいにぎわいをこれから作っていくと言いましたけれども、じゃあその横手らしいにぎわいを出すには私なりの案をこれからまた申し上げます。やはり駅前という利便性を生かして、私は図書館と石塚洋次郎記念館を、そして宇野武一の文庫、これは歌唱です。これを一緒にした複合施設がいいんじゃないかなと思います。特に市外からの観光客を含めた、あるいは研究者とかですね、文学に関心を持つ者などがしやすい場所、利用しやすい場所、そして3つが一緒だということは、利便性が高いんじゃないかなと思います。さらにその3つの中の他にですね、私は中央公民館をここへ持ってくる。今中央公民館は失礼ですけれども、女性の人だけで、今何と言うかね、女性センターだけで、あそこと一緒になって、曲がりの状態だということをちょっと聞いたことがあるんですけども、やっぱり独立した形の図書館とともに、公民館もここへ連れてくる。あるいは、本のある貨幣を設ける。そうすると、市民の憩いの場にもなるし、若い者から、老人まで交流の場も作るんじゃないかと。さらに欲を言えば、近くのワイワイプラザがあって、素晴らしい施設があって、交流もあるし、利用度も高い。それとの連携もできるはずです。役割分担をしながら、そうすると人の交流も多くなってないか。
鳥居に石化がある秋田大学の横手分校との連携、その連携でこの地域が一体となれば人の賑わいも出てくるんじゃないか、横手らしい賑わいが誕生するんじゃないかな。都市計画というものにも関心を持つものとしてちょっと発言させていただきました。以上です。ありがとうございます。私もそういう案をいろいろとどしどしいただきながら、限られたキャパシティでございますけれども、いろいろ何ができるかを模索しながらですね、受け止めさせていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。では図書館がようやくできるという認識で今日私たち帰ってもいいんでしょうかっていうことなんですね。どうも反対意見があって、この計画はまたどうなるんだろうっていう報道などからちょっと心配しながら今日は参加しました。で、先ほど の説明に、ちょっと難しいところもあったんですが、どうやら図書館の入る大きなビルが駅前に立つようだということでしょうか。で、入れ物っていうか図書館ができることはもう本当に皆さんの思っている通り待ち望んでいることですし、あとやはり人、司書さんだけやはりそこで働く人たちのことについてここでちょっと述べるのはちょっと適当かも分かりませんけれども、やはり図書館いろいろ私全部6巻行ってませんが、利用する側としてはちょっと差があるのを感じます。ですのでくるくる変わる市役所の中でどういうふうに図書館で働く人の立場がなっているのかちょっと私には分からないんですが、じっくり落ち着いて図書館のことを見てくださる職員が必要じゃないかと思います。そういうことも含めて建物と中で働く人、それは図書館のボランティアのことを何年か前にして参加したんですが、どうもそれがちょっと立ち消えになっています。それはいろんな理由があってここでは全部言えませんが、せっかくやってみようっていう気持ちがある人がいてもそれが続かないっていうのが過去にありましたので、図書館を作るっていうことは建物とだけじゃなくていろいろなことも含めてとても大変な準備が必要じゃないかと思っております。以上です。先般の議会におきましては、図書館も含む多目的の公共施設に対する、ことの、調査といいましょうか、その部分を認めていただいたということで、まずは検討の段階には入らさせていただいたものと受け止めておるところでございます。ただまだあくまでも検討でございますし、この事業を認可いただく部分で、要は国と県から補助金をいただかないとこの構想というものはそもそもできないことですので、しっかり形ある設計書を設計図を上の方に出して、それならいいよと、予算もつけますよということで初めてスタートを切れるものですし、また再開発全体の権利者とのいろんな調整の中で進めますし、また多くの市民の皆様のご意見もしっかり頂戴した中で進めることでございます。私は私の思いとしてはしっかり図書館が生きる形で進めたいという私なりの強い意志は持ってございますので、なんとかそういうことを分かっていただける努力を引き続き進めながら、なんとかものになるようにというような思いで私は今臨んでおりますので、ご指導引き続きよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。よほど前にアリーナ事業で各地域から反対ありましたね。この度もそういうことがありそうな気配なんですよね。そういうところを
もっとしっかり市長さんなり議員さんなりがもっとまとまってやっていただきたいなと思うところなんです。それからさくらんぼ東根駅ってご存知ですか。あそこに行った時ね、横手って言ったら、横手ってどこですかって言われたの。わざに言われました。で、え、あの鎌倉の横手を知らないのって言いながらも、あ、鎌倉しかないんだなと愕然としましたが、あ、陸の孤島の横手ですねって言われました。で、東根は図書館になってるんです、駅舎が。そうすると高校生が素晴らしいんですって、 いろいろ利用なさって。だからそういうところも一つ見ながら、もっと積極的に邁進していただきたいと思います。よろしくお願いします。横手が、旧横手市が沈没化しているんですね。外野から横手って何やってるのって言われるたびに頭が上がらなくて本当に小さくなっております。大きな態度でこれから横手は変わるよってみんなに伝えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。激励と受け止めさせていただきます。ありがとうございます。それではこれにて本日の語る会を閉会とします。どうも本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。